皆さん、こんにちは。大阪工業大学です。この動画では、2025年度大阪工業大学の一般入試について説明します。各スライドの右上に、入試ガイドの該当、関連ページを記載しています。入試ガイドと合わせてご確認いただくことで、理解が深まります。最初に、本学の一般入試は、前期日程、 後期日程に分かれています ABD とつくのは本学の独自試験を課す入試 C とつくのは大学入学共通テストを利用する入試を意味します前期 AC 日程、BC 日程、後期 DC 日程については本学の一般入試の得点と共通テストの得点を合わせて合格判定を行う入試です 一般入試の特徴はこちらの5点です。1点目は、高3性もしくは浪人生の方なら、どなたでも出願可能です。2点目は、一般入試では、原則3教科受験となり、当日の筆記試験の特典で合格判定を行います。3点目は、一般入試では、日程ごとに合格判定方法が異なります。 4点目は各種併願制度についてです。1回の受験で複数学科の合格判定を受けることのできる併願制度があります。5点目は2種類の特待生制度があることです。入試のスケジュールです。一般入試は前期日程、後期日程に分かれています。試験日は A 日程は1月23日24日 B 日程は2月4日 D 日程は3月6日です。合格発表日は前期 A 日程は2月5日それ以外の前期日程は2月15日後期 D、DC 日程は3月15日です前期 C 日程及び後期 C 日程は 共通テストの特典で合格判定を行いますので、本学独自の学力検査は課しません。まずは独自試験のポイントから説明します。1点目の特徴は、一般入試では原則3教科受験となり、当日の筆記試験の特典で合格判定を行います。2点目は、日程ごとに合格判定方法が異なります。 A 日程では均等配点型。B 日程では得意教科を活かすことのできる高得点重視型。後期 D 日程では2教科のみの受験も可能な高得点2教科型など、皆さんの適正に合った日程が見つかると思います。3点目は、前期 A 日程において、学外会場にて受験が可能である点です。17会場の受験地を設けていますので、 最寄りの会場で受験することができます。それでは一般入試で最も募集人員の多い前期 A 日程について選抜方法の特徴を3点説明します。1点目は試験日です。前期 A 日程は2日間あり、試験日は自由選択制となっています。どちらか1日だけ受けるのもよし。 二日間連続で受けるのもよし。また、二日間受験する場合は、同じ学科に出願してもいいですし、異なる学科への出願も可能です。皆さんの入試スケジュールに合わせて、試験日を選択することができます。二点目は、回答形式です。前期憶日程では、各教科150点満点の3教科450点満点で合格判定を行います。 一教科あたりの試験時間は70分となり、公募制推薦入試に比べ時間が長く、設問の数が増えます。十分な対策をして試験に臨みましょう。3点目は受験教科についてです。こちらのスライドは、スタンダード方式、理系型の選抜方法になります。数学について、数学丸一は、 数3と数 C のベクトル、平面上の曲線と複素数平面まで、数学丸二は数2、数 B、数学 C のベクトルまでが出題範囲となっています。数学丸一と数学丸二は同じ時間帯に試験を実施します。受験生は試験当日に回答する教科を選択してください。 ただし、画面の通り出願する学科によって、数学、理科の受験強化・科目が異なります。情報科学部は、理科と国語を両方受験した場合は、高得点強化を合格判定に使用します。こちらのスライドは、工学部生命工学科、情報科学部データサイエンス学科、分離型、知的財産学部が選択できる分離型になります。 生命工学科は、数学と国語を両方受験した場合は、高得点強化を合格判定に使用します。知的財産学部の A 日程においては、2教科300点満点で合格判定を行います。合格判定に使用する教科は、外国語と外国語以外の高得点1教科です。外国語以外の選択教科はいくつ受けていただいても構いませんので、 外国語以外のいずれかの強化で高得点を獲得することができれば合格の可能性はぐんと上がります。前期日程において2教科で合格判定を行うのはこの前期 A 日程の知的財産学部のみです。次に2月4日に実施する前期 B 日程について説明します。選抜方法について理系三学部、工学部、 ロボティクスデザイン工学部、情報科学部については、受験強化科目は A 日程と同様で、3強化受験の入試となります。知的財産学部においても、理系3学部と同様に、3強化450点満点で合格判定を行います。選抜方法の特徴は、高得点重視方式である点です。 各教科150点満点で出題するのは A 日程と同じですが B 日程では高得点教科から得点に検査をつけて合格判定を行いますここでは B 日程の合格判定方法について数学が得意な A さんを例に説明します各150点満点の3教科の中で数学が120点と一番高く 外国語が75点と一番低くなっています。B 日程では高得点強化から順番に200点、150点、100点と満点に傾斜をかけて合格判定を行いますので A さんの場合は合格判定時にご覧のように得点が換算されます。このように得意強化を生かし苦手強化を補うことができるのが B 日程のメリットです。 続いて、独自試験として最後の入試になる後期 D 日程です。D 日程の理科について、生物の出題はありませんので注意してください。D 日程は高得点2教科方式で、3教科受験したうち、高得点2教科の合計300点で合格判定を行います。2教科は得意。 または、1教科苦手な教科がある人には有利になる入試です。2教科のみの受験も可能です。次に、一般入試で活用できる閉館制度について説明します。まずは、第2から第5志望制度です。理系三学部を学びの関連が強い4つのグループに分け、グループ内に限り、第2から第5志望学科を選択することができます。 工学部とロボティクスデザイン工学部のグループ1、2、3は第2志望学科まで選択でき、情報科学部のグループ4は第5志望学科まで選択することができます。データサイエンス学科、分離型と知的財産学科はこの制度の対象外です。注意してください。ここでは第2から第5志望制度のポイントを記載しています。 1>, 1点目は、追加の入学検定料はかかりません。合格のチャンスを広げるためにも、出願の際に、ぜひ、第2から第5志望学科まで選択することをお勧めします。2点目は、合格学科は1学科のみである点です。第1志望学科が不合格となった場合に、初めて第2志望学科以下で合格判定を行います。また、合格最低点については、 第一志望の志願者が有利となるよう、すべてのグループにおいて、第一志望学科と第二志望学科以下の合格最低点に得点差を設けます。出願までに志望順位をしっかりと定めておいてください。3点目として、生命工学科、または空間デザイン学科を第一志望学科とする方は、第二志望制度を利用するかしないかで、受験強化、科目が異なります。 生命工学科では第二志望制度を利用した場合、国語を受験することはできません。空間デザイン学科では第二志望制度を利用した場合、数学は数三までを出題範囲としている数学丸一を必ず受験しなければなりません。また理科の試験において、生物が受験できません。誤って異なる教科を受験すると、 採点や合格判定が正ししくくででできませんので注意してください次にププラスプラススワワンン理系分離ですこの併願制度は、第一志望以外の学科であれば、どの学科でも併願することができ、一つの選考日で複数学科の合格判定を第一志望の合格最低点で受けることができます。スライドに記載の理系学科から一学科を併願する場合は、 プラスワン理系となりますスライドに記載の学科は分離型受験が可能な3学科ですこの中から1学科を閉願する場合はプラスワン分離となりますプラスワン理系およびプラスワン分離で閉願した学科でも必ず合格判定を行うためこの制度を活用すると理系2学科や理系学科と文系学科の両方の合格を勝ち取れるチャンスがあります プラスワン理系、プラスワン分離を利用する場合、閉眼検定量が別途必要です。次に、プラスワン理系及びプラスワン分離を利用する際は、第一志望学科と閉眼学科の共通教科、科目を回答する必要があります。詳細は入試ガイドや学生募集要項で確認してください。スライドには、閉眼パターンの例を表示しています。 例のように、第一志望に加え、プラスワン理系とプラスワン分離で、それぞれ一学科を併願できるため、一つの選考日で最大三学科に合格する可能性があります。志望学科に迷っている場合や、複数学科に興味がある場合は、ぜひ活用してください。また、本学入試情報サイトでは、出願シミュレーションを公開しています。 この制度を活用した場合の受験強化、科目や入学検定料を事前に確認できますので、こちらもぜひ活用してください。続いて、大学入学共通テスト併用型の入試です。対象入試は記載の3種類です。独自試験の得点に共通テストの得点を加えて合格判定を行います。 独自試験の得点と共通テストの得点の配点比率が1対1となりますので、独自試験で満足のいく得点が取れていなかったとしても、共通テストで良い得点が取れていれば、この共通テスト併用型入試で合格する場合があります。ここでは AC 日程を例に選抜方法を確認していきます。昨年度入試では、152人の受験生が、 A 日程では不合格ながら、AC 日程で合格を勝ち取りました。共通テストを受験する方はぜひ共通テスト併用型の併願をおすすめします。A 日程の得点に共通テストの得点を加えて合格判定を行います。理系の三学部では A 日程の四百五十点、そして共通テストの配点もこちらの通り各百五十点の 四百五十点。合計九百点満点となります。工学部生命工学科では。第二志望を選択するかしないかで。受験強化が異なります。情報科学部データサイエンス学科においても。出願時に選択する。理系型か。分離型によって。受験強化が異なります。知的財産学部は。 A 日程が2強化の300点満点になりますので、共通テスト利用強化、科目数も高得点の2強化、2科目となり、600点満点となります。続いて、大学入学共通テスト利用型の入試です。対象入試は、前期 C 日程、後期 C 日程です。共通テストの得点で合格判定を行うため、 独自試験を受験する必要はありません国公立大学の前期合格発表を確認後に入学手続きを行うことができます検定料も他入試と比較し1万円とお得になっていますこの前期試位日程と後期試位日程では全ての試験型及び全ての学部・学科を日出願以降は検定料軽減制度があり 1>, 1出願あたり5000円で出願することができ、前期 C 日程では最大55出願、後期 C 日程では最大36出願が可能となっています。後期 C 日程では外部英語検定試験を活用したみなし得点制度もあります。ここでは前期 C 日程を例に選抜方法を確認していきます。例えば、 工学部の応用科学科を志願する場合、こちらに記載している共通テストの強化、科目を受験していれば出願できます。また、応用科学科だけではなく、環境工学科も志願したいという場合、理系4科目型で複数学科に出願することもできます。また、理系4科目型だけでなく、理系4科目総合型にも出願したいという場合、 記載している共通テストの強化、科目を受験していれば、理系4科目型と理系4科目総合型で、同一学科を一つずつ出願することもできます。こちらは、工学部生命工学科と情報科学部データサイエンス学科と知的財産学部への出願ができる分離3科目型と文系3科目総合型です。工学部生命工学科及び 情報科学部データサイエンス学科では、分離3科目型、分系3科目総合型に加え、先ほどのスライドで説明した理系4科目型、理系4科目総合型にも出願することができます。こちらのスライドは、今年度から新設した分離5科目総合型です。多科目で勝負できる受験方式になります。全学部出願できますので、 先ほど説明した理系4科目型、分離3科目型などとも併願することが可能となっておりますまた、前期新日程においては今年度から出願期間を延長し共通テストの自己採点後に出願できるようにしています共通テストを受験予定の方はこの辺りの変更点も見ておいてください共通テストを受験する人は 共通テスト併用型入試と合わせて共通テスト利用型の新日程も組み合わせることで合格の可能性がぐんと上がります。ぜひ利用してください。このスライドでは本学独自の特待生制度について説明します。本学では入試成績が特に優秀な学生に対し特待生制度を設けています。特待生の種類は2つあります。 一つ目は、独体小学生です。対象となる入試は、一般入試、前期 A 日程、前期 B 日程です。対象入試の合格者のうち、入試成績最上位者に対して、4年間、授業料を全額免除します。今年度より認定者数を1.5倍に拡大しますので、これまで以上に独体小学生に認定されやすくなります。 二つ目は、入試選抜小学生です。対象となる入試は、一般入試、前期 A 日程、B 日程、C 日程です。対象入試の全合格者のうち、入試成績上位者に対して、入学初年度の1年間、授業料を半額免除します。この他にも、夢や目標に向かって、意欲的に勉学に励む学生をバックアップするため、入学後も、 本学独自の奨学金制度も設けています。ここからは本学の入試対策について説明します。まず一つ目は過去問を見て傾向と対策を知ることです。本学の入試問題は教科書を中心とした基礎応用レベルですが、数学、物理、科学を中心に記述式で出題しており、深い理解力を求めます。また、 記述式、マークに限らず、前提となる文章や資料を読み解き回答する問題が多く、論理的思考力も求めています。大学入学共通テストも同じように論理的思考力が問われる出題傾向となっていますので、大学入学共通テスト対策としても、本学の入試問題を活用できます。過去問は過去3年分を、 入試情報サイトに掲載していますので、傾向と対策を知ることと、直前期の過去問演習に活用してください。2つ目は、合格の可能性を広げるため、本学独自の併願制度などを有効に使ってください。入試ガイド37ページ以降に、昨年度入試の結果を掲載していますので、そちらも参考にしてください。特に一般入試後期日程では、 他の入試よりも倍率が低く合格しやすい結果となっています。諦めずに最後までチャレンジしてください。また今年度から新たに大手塾が分析、解説する合格への道しるべと題した入試問題分析パンフレットを作成しています。入試ガイドや学生募集要項には掲載していない入試問題や出題傾向に特化した情報を掲載しています。 主にスライドに記載している内容を掲載していますので、過去問と併用して活用してください。最後に、受験ポータルサイト、ウカロについてご案内します。本学は、出願から入学手続きまで、すべてウカロを使用します。受験票や合格通知書、入学手続き金の振込用紙は送付せず、すべてウカロ上に掲載します。 出願や入学手続きの手順は Web 操作の手引きに掲載しています。この手引きは本学の入試情報サイトからダウンロードできますので、出願前に必ず確認してください。以上です。ご清聴ありがとうございました。ご不明点やご相談があれば、大阪工業大学入試部までお気軽にお問い合わせください。オーバーザリミット 大阪工業大学。